彼はどんな攻撃をも跳ね返す正義のヒーローだ。悪いものの攻撃を跳ね返し、そして中年の道案内も欠かさない。さらには乙女心さえも跳ね返す。そんな彼だが、一つだけ返せないものがある。それはこの子のパンツへの執着心だ。辛い時辛いと言えたらいいのにな。僕たちは強がって笑う弱虫だ。チャッシュです。ルイージやってきます。いや、今日のシャバンね、ちょっと感動をメインに作ったんだけど、いや、すごい感動的だったっしょ。いや、私も感動してる。おー、びっくりした。なぜかっていうと、今日でね、このルイージシリーズ、いや、これ上から落ちてくんのか。いや、急いでいけ的な感じか。あ、いけない。あれ、1個目どうやってたんだろう。ジャンプして一気にしゃがめってことか、あそこ。むずっ。あ、でもこれいいんじゃない。今のでチビマリオになったもんね。いや、そう、今日でね、このルイージシリーズあと3つなんだよ。コースクリアして終わろうかなと思います。いや、卒業だね。いや、この次何やろうかな。あ、待って、これキノコ取んない方がいいんじゃない。そうだよね。いや、取ってもいいかもしれないけど、え、これどうやっていくんだ。届く。いや、届くんだ。なるほど、なるほどね。オッケー。で、この青いの、なるほど、これずっと押してけみたいな。うわ、楽しい。ベロボファンタスティック楽しい。お、落ちてこないよ。あれ、あ、落ちてくんのか。オッケー。これずっと踏まないと、この今の足場とかもないんだね、きっと。やばい。いや、それはむずすぎ。お、お、いや、待って、気づいちゃった。こっちにあったんじゃない。にょーん。はい、二つ目取ります。いや、さっき私どこ行ったんだっけ。こう左行ったんだっけ。で、飛びます。で、三つ目どっかにあるよね。三つ目どっかにある。うわ、ちょっと待って、三つ目どっかにある。絶対どっかにある。どこだ。一瞬を見逃すな、シュー。いや、いや、むずっ。あ、待って、これいけるよね、普通に。あ、これ成功法なんじゃない。今取り逃したと思ったけど、いいね、これでクリアだ。 OK、 よし、残り2ステージだね。これで終わりだな。次何やろう。追跡逃げるスターコイン。お、これなんかスターコイン追うのかなと。いや、でもここ水っぽいな。ワールド3が水のステージなんだよ。なんでここも、いや、水っぽいね。追う感じか。いや、私マリオ攻略 TV だと、これ上なんじゃない。ないか。これ終わった後マリオカートのアプリやろうかなと思ったんだよ。3月に出るらしいんで。なんだけど延期になったんだよね。お、水か、これ。やばい、やばい。だから予定、うえ、予定、え、え、どうやって飛んだあれ。いや、これもゴリ押すしかないよね。え、マジかよ。え、これどうやって飛んの。あ、出れない。あ、あ、あ、うますぎ、うますぎ。バイバーイ。待って、ここさ、キノコ取って、多分成功法はさ、なんていうの、汚いやつ、あれに食べてもらうんだろうね。でかいプクプクにちっちゃいプクプクを。なんだけど、ちょっとむずくないかな。で、このゲスト、もう、私、ゴリるよ。いや、これでいい気がする。間違ってないんじゃない。いや、ここでキノコ欲しい。あ、いや、やだ、1、2、ゲスト。お、え、待って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 、これキノコ。いや、違う。くそ。いや、いや、そこでステイすんのか。いや、ただあそこからいなくなんないって考えると、いや、私戻るよ。これ取って戻るよ。高等テクニック見せるよ。うますぎ、頼む。うざー。いいよ、みんな、とりあえず赤コイン優先した。赤コイン優先してこいつ倒しちゃおうか。いい、しん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 、連続死に死にミサイル。いや、これ倒すのだけでだいぶ違うと思う。で、2つ目取ってないんで取りに行きます。そうだね、これちょっとずるい感あるけど、いや、マジでこれ安定だと思う。攻略法だと思う。で、ここで上いける。いや、いけるね、いけるね。取ります。おー、で、3つ目あった。こいつも倒しちゃおうか。いや、これ安定だと思う。ちょ、ファイヤーなしの状態だときついね。いや、これも逃げてくパターンか。やばい。いや、しょうがない。落ち着け、シュー。落ち着け、落ち着け。いっ、ちょうだい、ちょうだい。くそ、お前泳ぐの押せ。やったー。これゴールでしょ。いや、そうだよね。よし、ラストだね。これでこのルイージーシリーズも卒業だ。てか、今もう卒業シーズンじゃない？ 3 月、2月。そうだよね、みんな卒業シーズンだよね。
乗り換え、うわ、ジゲムだ、ジゲムやだな。みんなで奪い合った給食、めちゃくちゃ長い話の校長先生、マイクに口が近すぎる小柳先生。待て、これどうしよう、絶対上あるな、絶対上あるな、これよし、これ取ってからファイヤーになろう。うわ、ここ探すの大変そうだな。そう、授業見ると空と地面どっちも探さないといけないんだよね。いや、いいね、これこれファイヤーないと割と、おお、え、うわ、もうこれ授業必須ダンジョンになってんのか、このダンジョン自体が。今足場なかったよね、私は。あったあったあった、あ、でも優しいね、めちゃめちゃ優しい。あ、やべえ、なんかラストパート一瞬で終わりそう。で、乗り換えるのか。でもこれ乗り換え失敗したらもうゲームオーバーなのかな。お前こき、あ、でももう終わりじゃない、私これであとゴールするだけだもんね。 めっちゃ簡単なんだけど最後。やっぱマリオメーカー2出るまで、やばい、やっぱマリオメーカー2出るまでマリオメーカーやる。マリオメーカー難しいんだよね。やべ、これ乗り継ぎ失敗したんだよさっき。よし、完璧だね。多分もう時間的にもゴールなんじゃない、割と後半まで来てる。いや、これで完全クリアだね。いや、気持ち悪いな、ちょっとお前ら気持ち悪いな。いや、でももうやった、これで完全クリアだ。これなんかエフェクトっていうか出んじゃない、あ、真ん中いける、うわ、それは予想外だった。いや、なるほどね。なんだ、お、これあれじゃない、最後のコースが達成の印にファイルに4つ目の星がつきました。これ確かファイル星5個で完全クリアなんだよ。で、ここで最後か、ムササビで白手喝采、なんだこれ、ちょっとわかんないけどムササビになれるの。お、さあ来ました。あ、待って、ボーナスステージ的な、いや普通に男女になってんのかな。何それ、いや何そのヒップドロップの出し惜しみ感、いやむずい。いや、ここもスターコインや。お、それ乗れないんだ、乗れると思ってた、やばいやばい。ステイ、あった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 、弱すぎる、これ一気、いや楽しい、ここ敵があんまいないね。やばい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 、なんか足場くれ、足場足場足場、あー、足場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 、え、あ、足場ちょうだい、よし、足場来た、よし、ふう、立て直しました、シュウ選手。やばい、足場くれ、足場、いい難しい、あったあったあった、いや、これ勝ったでしょ。いや、楽しかったね、この周り。お、これルイージになってんじゃん、もしや、この、やべやべやばい、う、嘘嘘、よかったよかった、死んだと思った、やった完全クリアだ。いや、面白かったね、ルイージシリーズ。ただお、ここあるじゃん、顔はめてってやつじゃん、あの、よく、お、お、足場あった、こっちみんな、いいね、これなんかよくあるよね、その旅行とか行った時に、これで多分5つ目の印がつくと思う。いや、面白かったね、面白かったんだけど難しい。何が難しいかっていうと、中間ないのが結構きつい。やっとここ乗り越えたっていう難しいとこあっても、いや、中間できてねえやと思って、やったー、カンクリじゃん、全てのスターコインが集まりました、おめでとうございます。あれあれ、待って待って、一回セーブするよ、セーブして、あれ今星5個あれ出ましたってなってなくない、あれ星4つしかない、ミシュランだと結構すごいけど、え、これ99機にしないとダメとかかな、この94って何で、私スターコインはほら全部集めてるでしょ、全部あるんだよ。なんでやってないってこと言えば、なんだろう、隠しゴールかな。でも隠しゴールね、私全部行ったと思うんだよね。これ赤くなってるとこが多分できてないとこなんだけど、全部青いよね、このキノコのステージ以外。私全部やってるんだけどな、どこだろう。で、私やっぱり全部のスターコインと隠しゴール行ってると思うんだよね。で、条件調べちゃったんだよ。そしてこの取っ手を全部集めないといけないみたい。これ各ステージにいるみたいで、いや、なんでそれはいいかな。はい、ということで最終回終わります。バイバイ。